お帰りなさいませ、ヒロシ様。ちょっといつもと違う雰囲気ですね。ヒロシ様のおっしゃった通り、クリスマスだからでしょうか。なんだか楽しそうです。特別な日なんでしょ？ですか？あ、ことぶき様、はい、元気です。ありがとうございます。はいはい、そのことなんですけど、大変申し訳ございません。ちょっと私、用事ができてしまいまして。はいはい、じゃあ。お待たせしました。
あそこに誰かいますよ。不吉だわ。モーモーちゃんが息吹を失った。運命の扉が閉じる。思い人は旅立ちを告げ、あなたの元から去る。キーワードは壺、記憶、そして雪。こんにちはです。 あなたは居候の雪女？そうだったんですか。先輩、モーモーちゃんのお腹を押してください。いいから押してください。もう一度押してください。そう、陽子様の家ですね。じゃない。それにルリさんも。
です、陽子様。どうしたの、二人とも。おめかしなんかしちゃって。あ、これは…パーティーしてるのよ。クリスマスパーティー。別に、お兄ちゃんが用事ができてルリさんが来られなくなったって泣いてたなと思って。ヒロシがそう決めたんだもの、私はそれでいい。うん、それでいい。それより、こんなところで油売ってたらお兄ちゃんに。ああ、見つかっちゃった。今のうちに逃げないと捕まったら絶対返してくれないわよ。しました、さあ、どこに行ったんでしょうね。あそこ、あそこ。あら、お兄ちゃん、お姉ちゃん、こんにちは。こんにちは、マナちゃん。今、マナのお遊戯会の帰りなの。え？そうね、なかなかだったかな。マナ、とっても頑張ったんだよ。それより、あなたたちの方は二人でお出かけ？はい、ヒロシ様とクリスマスです。へえ、ヒロシ君も隅に置けないわね。じゃあ私たち、これから家に帰ってクリスマス会しなくちゃいけないから、この辺で失礼するわね。あ、それと、何かあったら遠慮なく言ってね。できる限り力になるから。はい、ありがとうございます。
何言ってんの。同じ雪女として、いえ、お友達として当然のことよね。そうですね、私もユキナ様みたいだったらよかったのに。さあ、他のところに行きましょう。ここはアイス屋さんですね。今日のヒロシ様、優しいですね。そうですね。いらっしゃいませ。あら、真鍋君、いらっしゃい。こんにちは。あら、ロリさんだったかしら。ルリです。あ、そう、ルリさんね。ごめんなさい、アイスをただ食いした時の印象の方が強くって。あの時は本当にすみませんでした。私、あの黄色いのを大盛りで。大盛り？バニラとレモンシャーベットトリプルですね。ありがとうございます。いいわね、クリスマスに彼女と過ごせるなんて。それに比べ私は、どうせ私は不幸な女よ。自分でも分かってるのよ。真鍋君だって本当はそう思ってるんでしょ。チンピラの女。ヒロシ様、なぜ学校に来るんですか？なんか負け惜しみに聞こえます。
ら、真鍋くんじゃない。何をしているんですか、こんなところで。こんにちはです、香織様。あら、ルリさん、どうしたの、その格好。ヒロシ様に買っていただいたんです。似合いますか。そうだったの、とってもよく似合ってるわ。ありがとうございます。それにしても真鍋くんが女の子に服をね。真鍋くん、家服はあざなえる縄のごとしという言葉を知ってる？家服はあざなえる縄のごとし、災いと思っていたものが服になったり、その逆だったり、人の運不運も縄を寄り合わせたもののように常に表裏をなし、変転極まりないものだという例えよ。つまりはそういうことよ。冬休みだからってのんびりしてばっかりじゃダメですよ。勉強もしっかりしておくこと、いいわね。花屋さんですね。え？そうなんですか。勉強になります。真鍋さん、こんにちは。こんにちは。覚えてますよ。あの時は本当に申し訳ございませんでした。いいんですよ。で、あの時のお花はどうですか？もう咲く頃じゃないかと思うんですけど。うるさいなあ！私のことなんかほっといてよ！あ、真鍋。大丈夫ですか、ヒロシ様。
べあっちに走って行ったけど、お邪魔しました。